早こんなとこいるなよ、早く島の方行ってよ。いや24ゲームビッグおめでとうございます。幸先がいい。え、そんな冷たい言い方なの？いや違うこれもうお盆とお正月が一緒に来たぐらいの感覚だよ。それまだ早いでしょ。絶対やめない、飲まれるまでは飲まれるまではやめない、マジで。いやでもやめた方がいいっすね。まあでも結局多分やめることにはなると思うので、ちょっと早いか遅いかの話、200ゲーム回しますわ。隣を移動します。右はピック引きましたけど、ね、もう僕が打ちた台がピック引いたんで、もうやる気が完全になくなりました。いやでもピックですから、負けじゃないですから。やっぱね、もうちょい粘るべきだったあのなんかいいって言ってたじゃないですか、珍しく。はいはい、そうですね、雰囲気が、はい。申し訳ないけどもここはやめです。チョメダルがね150枚になってます。逆の考え方をするとチョメダル使い切った場合、はい、あの朝の1000円は無駄じゃなかったってことになりますか？え、なんでですか？ああそういうことですか、はいはい、あなるほど、はい、すげえいいすげえいい意見ですね。まあポジティブに考えていかない、そこはすげえいい意見よそれ、うん、もう僕掘られたことでトサカに来てるんで、トサカに来てるはっきり言ってもうありえないです。このでもだからそれは自分に対してトサカに来てるってことですよね。いや違います。え、違うの、はい、いやもうあるないとかっていうレベルじゃないっす。もうそういう話じゃないっす。いや違う現状主義リアリストだからまあちょっと今日は引けないっすね、うん。まあありますけどね、全然これぐらい。いやもうダメ、うわリプレイ4連巨人の星だったらもう当たってるわふざけんな。リプ5連だって。あすごいっすね。特訓かすげえやめさせたくないんじゃないですか。もうちょっと頑張ってって言ってんじゃないですか。あ当たったよ。いやバウンドっすよね。バウンドですね。当たりっすよね。いやまあ確定かどうか分かんないですけど、いやさすがに、うん、ただレグです。一番掛けになってないです。奇跡的なあれっすね。はい、いや話にならないし、ここでレグは話にならないし。いやいやいや、ちょっと待って、話が変わりましたよ。いや、やっぱあの僕の勘っていうか、いや先読むので、いや勘は外れてるんですよ。だってないかなって移動してるんですから。違う違う、アイコ吸ってる間に、あ入りました。アイコすげえフリーズしたな。これビッグ確定ですね、おそらくはい、5ゲームね、うん、こういうことよ。こういうこと、こういうことってもう絶対ないって今言ってましたよ。合算131分の1、ただ隣も合算130分の1、うん。ただレギュラー確率は784分の1ですからね。あそこですか。そこですよ。投資に関しては400枚ってことですね。8000円ってことですね、はい、全然いいじゃないですか、はい、結構やれてるんじゃないですか。ちょっとやっぱもう掘られたショックがねでかいっすわ。見返してあげればいいんですよ。すごいなそのポジティブで。もう一台の狙い台である15の6の台も、まあ、お父さんが打ってくれてるんで、まあ、ある程度この島の答え合わせはできそうな気がするんで。なるほど、はい、いや抽選も受けて上での3回目なんで、やっぱ積もれなかったとしても、あ惜しかったねみたいな感じにはしたいですよね。いや抽選受けて30番で200人中、はい、6号機のパルサス、あのどんどん持ってるから。最初だってオープニングで150人ぐらいって言ってたんですから、急に50人増やしちゃダメでしょ。200人ぐらいいてぐらいね6号機っていうの俺知らなかったっすね。それはあなたの問題だから。今日はただ大木さん的 にあのニューパルの島をやめた時に行く島がちょっとあんのかって感じしますよ。マジっすか。大木さん、はい、右四のお父さん辞めて移動しちゃいますよ。マジですか。何ゲームですか。何分の1ですか。287ゲームで1の1、143分の1。うわ
そっちかな。いやでもさっきとこれ同じパターンですよ。同じパターンですかね、はい、さっきの台でまたでも、まあ、多分これやめても座る人はいないと思うんですけど。ああなるほど、はい、やっぱ5ゲーム連したっていうの大事なんでそこ大事ですか。大事、むちゃくちゃ大事です。むちゃくちゃ大事です、はい、これなんで分かんないんだろうな伊藤新さんみたいな。逆にその何を根拠にビッグが連チャンするといいんですか。経験則ですね。経験則、これやっぱ向こう移動しよっか。ちょっと待って、いや飲まれるまではって言ってたじゃないですか。いやちょっともう無理かも。何がもうだって合算200いったらダメよ。いやだってさっきそう言ってやめて、あのさっき右にお客さんが来てビッグ連チャンした時にハイラとかしやがってみたいなこと言ってましたけど、いやエナってなんぼっしょこれ今当たるとお父さん左に移動してるんで。いやもうしょうがない、まさかお父さんが隣にいると思わなかった。あ、お父さんから背に腹は耐えられない、このエナロンゲーやろうって言われてもいいっていう覚悟の上なんですね。沖さんが1台目に打ってた台が1003ゲームで5-2、合成143分の1。いややっぱありますね。いやわかんないけどなんか嫌な動きっすね。これもうめっちゃ分かりやすく言いましょうか、はい、1000ゲームで5の2でしょ、はい、約、はい、じゃあ1000ゲームで2の5だったらどう思います。まだ粘ろうかなっていう思うでしょ、はい、つまり5の2も同じだけ強いですよ。いやそんなことないです。あのビッグとレギュラーが同じ確率なんだったら、うん、その考え方でいいと思うんですけど。え、6は同じ確率ですよ。6は一緒ですよ。でも僕らが今議論してるのは低設定かどうかの話なわけじゃないですか。だから5の2だったら低設定でも起こりえますけど、だから確率の問題でどっちが起こりやすいかって言ったら。あーなるほどなるほどって、そういう思考ね。そういう思考じゃないですか。だって数字で物を語るのであれば。あ、だからそこが、はい、あのいわゆる現状主義現状主義者たる僕と違うんですよね。まあここはまあ今後の課題ですね意見の相違、まあ、でもどっちかと言ったらガチプレイヤーの人たち、まあ、ガチプレイヤーの定義がちょっとまだ僕分かってないからあれですけど、うん、ガチプレイヤーの人はどっちかって言ったら2の5派なんじゃないですかね。うん、いや分かるんですそれは、はい、でも5の2も同じ確率だよって。だから6はねあ 6はねもちろんそうです。違う、みんなが全部6に座ってて入った入ってた多分多分入ってた。申し訳ないけどもう、いや、えならしてもらいました、合算113分の1で2の1、僕の最も好きなパターンですね、まあ、とりあえず先行で打ち続けられる感じで良かったです。ただここで20ゲーム以内とかで化け引くとなんかボール的にはいいなって思います。いや20ゲーム以内ならビッグでしょどう考えてもそりゃいやいや、もうこの島にはマジで飲まれたら入れないわ絶対に。二度と見に来ない今日は。いや見には来なきゃダメですよ、プライドが。いやプライド的にですね、今井美希的にですねちょっと厳しいなって思うんですよ僕。はい、見れないですね僕は、申し訳ないですけど。可能性まだゼロじゃなかったから。いやー5の4じゃん。2ゲームでまたレギュラー引きましたよちょっと。どこがですか。いや沖さんの最初の台数。そうでしょ、もう反省ですね今日は。今日は反省だけの日々です。つまりこの台もきついっていうか、もうここにいることがきついですね僕正直。いやさ、気持ち的にでしょ、うん、そうそうそう、まあ、それは分かりますよ、きついですよねそれは。綺麗にジャストミートしましたから。いやただ2台とも置くの。あの沖さんが打ってたあの台を、まあ、どう言ったらもうちょっと粘ってもらえたかっていうことよりは、2台は据え置きしないだろうって思ってたことが間違ってたとか。あ、そういうことっすね。まあ、そうっすね。思い込みはダメっすよやっぱり伊藤さん。まあ確かにそうなんですけどね。現実を見ないと。おお、あった、ほらすげえレグっぽい。あえてこっちバー狙ってやるわ、もうムカつく。ふざけんなよ
あんなダサい出目で告知入った 100% レグスは、あ、ブロンズ出ました。2以上でしたっけかね。まあ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 、あの汚い出目はねえだろうマジニューパルサーで。いやでもだからそれ言うんだったら狙ったのあんただからって話なんですよ。いや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 、頼むよ。7カエルバーってさ、アニマル勝美先生だったら怒って帰ってますよあれ。そうっすか。うん、多分子役見てますねやっぱあのお兄ちゃんたち。そうじゃないですか。まあまあ今は種まきの時期だから、ずっと種まいてて。違う違う違う、目が一個に出てこないっすよ。いや常連さんが俺のこと舐めてくれるでしょ、ああいうことすると。あ、大丈夫です、別にしなくてももう舐められてると思うんで。違う違う違う、取り立てて、ね、ライバルだなって思われてないと思うんですよ、ね、種まきの時期なんですよ実は。はい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 、はい、そうなんですよ。あ、油断させるためのね。そう、夏にかけて、はい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 、徐々に徐々に太らしていきますよ。ああ、周りの人を、周りの人をね、はい、その後もごっそり刈り取りますわ。その前にこっちが干上がらないようにしないとね。いや本当に。まあでもあの流れだとやっぱあの台は据え置きなんだろうな。いやそんな出ないですよ、そんな出ないです。まあ出るか出ないか僕の中ではどっちでもよくて。伊藤新さん何のために来てんすか。高設定座るためです。何言ってんすか、出玉出すためでしょ高設定で。いやだから出玉出すためには高設定打ち続けた方が可能性が高まるじゃないですか。ああそっちですか、はい、だから別に僕はその日の勝ち負けはそんなに気にしないタイプなので。ああなるほどね、座れたかどうかなんて。だって大木さんの方がより難しいことをしようとしてるわけじゃないですか。そうなんですよ、そもそも6っていうか、まあ、高設定に座ること自体が難しいのに、高設定に座った上で出る高設定じゃないと納得しないわけじゃないですか。そうなんですよ、難しいんですよ僕。そうなると勝率が異様に下がるんですよ。わかりますわかります、高設定でも捨てちゃうわけですから。はい、誰かさんみたいにね。だ、あなただよ。あんたなんだよ。まあ今日はね、まあわかんないですけどね、まだ役回りを、まだ役回り、いや別にあのこれ役回りとかないんですよ別に。そんな演じてほしいわけじゃないんで。やっぱこのお店設定入ってますね。いやまあそうなんですよ、あーベースが甘いんですよ。でも俺飛行機乗ってパルサーの島でこんな4台とか立ち回るリに来てるわけじゃないんだよなマジ。いやじゃあ何が打ちたかったんですか。まあ、スナイパー空いてたら行っても面白いのかなって思ってますけどね。はいはい、いや面白いなやっぱこのこれ告知入ると。はい、やっぱ入ってたね。あの3ゲーム連続とかだと入るんですよ ねってもう本当。だからやめようかなって。いやつまり何ですか。つまりこれフラッシュモードで打っちゃダメよ。ああ、うん、気づきづらいから、うん、はいはい、全然気づけないわ。あのドットの方がいいっす。うん、一矢報いただろう合算。ほぼみんな並んだな、うん、並んだ。確かに140分の1で並んでおります。はい、じゃ休憩いきます。はい、行きます。もう行きます、悔いなし。さあビッグ終了直後ゼロゲームの状態でいつものとんかつ屋さん行きまして、戻ってきたらなんとびっくり、僕が朝一打って掘られただえなられただなんかブツブツ言ってた台がもうお客さんやめてましたね。合算が151分の1 8の6なんで、まあ、まだある状況なんですが、お兄さんやめちゃってまして、今まあやめた台を、はい、あの QR コード読み取ったんですけど、はい、子役が、7.21分の1、ボーナス合成152分の1 で、はい、でちなみにこの台が昨日どんなデータだったかといいますと、8488ゲーム回っていて子役確率が 6.52 です。うこの QR コード読むと前日のデータとか前々日とかまで細かく分かるんで、うんうん、要は下がってる可能性が高いってことですかね。まあ下げの可能性が出てきたんじゃないですかね。ってことはだ、据え置きじゃないとこに本物が隠されてる可能性があると。はい、はい、つまりこの台もまだ分かんないよってことですね。そうですね、今んとこ、なんか休憩行く前はもうないないみたいな感じの空気感出てましたけど、はい、いや
今の現状至上主義としては、はい、今の状況悪くないです。ああ、はい、よかったですよかったです。で今奥さんが打ってる台のちなみに攻略確率は 6.66 だったのでいいですね、はい、まあ750ゲームしかまだ回してないですけどね、はい、まあ、でも全然いいんじゃないでしょうか。なるほど、はい、ちょっと打つ気なりましたね。よかったです、はい、今日はものすごく前向きというか、なんつーの、いや今日はじゃなくて今がでしょ。成長してる感がありますね。本当ですか。僕は本当にちょっと前半の V アップされたら見直してもらっていいですか。いやいやいや全然そんな前向き感出てなかったんで。いやそれはだから結果自分が打ってた台がそんな良くない可能性が高まったから、はい、あまあまあそうですよね。さっきまで掘られた感満載だったんで、そうそう、だいぶ沈んでましたからね。あれでもし一箱ガチとかで出てたら、はい、ご飯食べた後戻ってきて、さすがに僕これやめてますよ。本当に本当にそれはだとりあえず奥さんには今その台に集中してもらいたいです。もう本当にまあそうっすね、はい、ただあと200枚弱なんで出玉がちょっとそこだけですね、唯一の懸念材料は、はいはい、今この島で他の台知らないですけど、はい、唯一設定2以上が出てるんですよ。あーそか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 、はい、それもあるんで。そういうことか、はい、いやきついなこれ。早い早い、あの今度からちょっとしばらくきついなっていう単語禁止にしましょうか。はい素直だいやちょっと厳しいっすね。いや一緒なんですよあの別にあの言葉遊びしてるんじゃないんで。きついじゃないじゃん。いやいや厳しい意味一緒じゃないですか。厳しいときついはなんかネガティブな発言やめていただきたいなと思って。はい、はい、実は本編の改造プロジェクトで、はい、ネガティブ発言否定宣言っていうのをやって、あ、はいはいはい、結果出したんですよ。あ、じゃあここでもそれ。そうまさにそうなんですけど、はいはい、なんとも言えないんですよね。いやなかなかのもんだね。頑張ってますね。なかなかのもんですわ本当にガスなかなかですよね、うん、なかなかですよね、はい、なかなかの展開ですな。現在936ゲーム防戦187分の1。いやでもニューパルの4だったら、あ、入った。うまもう直接いきます。よし228G 残り23枚で当たりました。ラッキー。うめえ。ほらね、今の見た、はい、第1台で予告なりました。第3でリーチ目もしくはチャンス目的な外れもあるけど当たりもあるみたいなのが出た場合、ここを押すと告知が必ず発生します。なんかおかしいと思ってたらこのプッシュが、はいはい、はあはあ、いやなんでなんでそんな冷めてんの。いや違う多分最初からそれはみんな分かってて やることだろうなって思ったの。いや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 、おいビッグ、あ、違う、あのいやいいんですけど、えビッグ次からは、はい、左にあのハサミでまず、はい、カエル狙ってください。もうそれは揃えちゃっていいですけど、はい、あのチェリーの可能性もあるんで。ああなるほど、はい、そういうこと、はい、出たーカエルビッグ 33G 合算141やりました。ありがとうございます。お今浮いたんじゃないでしょうか。なるほど、ちょっとだけおそらく定まではありますよ。本日の初勝利いよいよ3回目にして、ただまあこれで勝ってもなんか引きだけじゃねえかみたいな感じにね。いや立ち回りだと思いますけどね、やっぱり。本当ですか。僕はおしなもう全然ゲーム性を楽しみ始めてるもんな。まあやっぱ難しいですねニューパルは。短時間じゃわからない。いやだって短時間で分かるようになんなきゃダメっしょやっぱ。いやだから台の挙動だけで見ない
ことが大事なんじゃないですか。あ、なるほど、また正論ですか。いやいや、僕の嫌いな正論ですか。いや、嫌いなんですか、ま、正論、はい、苦手ですね。なんでですか。だって正しいことが正しい世の中じゃもう今の時代ないっすよ。え、どういうことですか、どういうことですか。多様化の時代なんで。はい、多様化の時代なので、はい、人それぞれの正しさってあると思うんですよ。あ、もちろんそうですね。だ、正論言われるとそこで終わっちゃうんですよね。だからもうほっとくんすよ、そういう人は。あ、そうなんですか。基本ね、伊藤新さんのことじゃないよ。はい、はい、まあ、正論なんで一応正しい側面があるわけじゃないですか。いや、むちゃくちゃ正しい側面あります。そうです。僕は違う世界線で行きたいっていう。はい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 、そうですよね。違う世界線もあるよっていうことをみんなに教えてあげたいですよ。はいはい、ああ、なるほどなるほど。それは僕も理解してますよ。はい、ただその僕の中ではですよ、はい、奥さんが目指してる世界線はこっちの世界線なんじゃないかなっていうのにのっとって発言してるだけで、はい、だからガチプレイヤー目指してないんですって言われたらもう全然。いや、むちゃくちゃ目指してます。いや、目指、だからはっきり言って。だ、そうなると世界線はこっちの世界線になるわけですよ。いや、なんつうのかな。短時間で見極められるんですよ。見極められてないからこうなってるわけじゃないですか。じゃあ、はい、僕が打った台どうなってます？やめた台。やめた台今ハマってますね。そうっすよね。はい、ガッサンどうですか？僕が打った台で6の6挙動の台ありますか？いや、僕が打ってた台で。つい2時間前まで捨てたよ、掘られたよって言ってましたよ。いや、だから現状主義者だから。僕は、じゃあまた30分後には今のご意見も変わってる可能性あるわけですよね。まあまあ、ほら、やっぱりさっき戻っとけばよかったみたいになる可能性もあるってことですよね。そうっす。そうっす。そしたら結局未来のことは何もわからないってことになりません？だって、まあ、まあそうっちゃそうだけど。そりゃそうでしょ。だって30分後には意見コロコロ変わっちゃうわけですから。まあね。お、綺麗。今多分今日でした。今日予告だった気がします。なるほどなるほど、はい、こう狙っての。いやいや、もうバーっすよね。はい、それはバー狙っていただければ。あんな綺麗なのにレグかよ。ただ帰りまで降ってきた時にはカエル挟んで、はい、チェリーの方狙ってもらって、チェリーが出たら中リールでカエルを外すと。まあでもこれで今回プラスになってくれればちょっとずつこう。そうですそうです。成長してるというか結果は出しつつある感じになるんじゃないですか。本当にそう思います。結局このニューパルサーの島しか映ってないもんね。そんな動画ないっすよ、令和3年に。え、そうですか。ないと思います、はい。まあ、これがあれじゃない、新しいガチの姿なんじゃないですか。あ、まあまあまあ、そうっすね。結果が出ればね、はい、そうなります。正直ニューパルの島は今日はパッとしてないっすね。はい、おそらくですけどこの店で一番パッとしてない島で朝28番とかなのに、はい、ずっとここで打ってます ね、 そうすね。パッとしてない島でパッとしてない台を、はい、ずっと朝から打ってます、ね。ほら、飛び込み120G。ただやっぱカエルを揃えたかった。まあこんな感じっすよ、終日この台は。はい、シャカパルの左角がもう奥さんがもう唾だらだら垂らしそうな台に仕上がってますけどね。え、どんななってるんですか。シャカパルの左角現在合成98分の1。うそ。ビッグ14バケ6です。鉄板じゃんそんなの。鉄板ではないと思いますけど。いや、鉄板っすよ、マジで鉄板っす。まず1じゃ絶対ないでしょ。まあまあ、昨日しかも一番回数ついてるシャカパルなんで。ああ、なるほど、はい、それか。昨日何回ですか。昨日26の26。とこか、23の23です。ああ、それじゃちょっと打てないな、まあ、ちょっと合成がね確か140何分の1とかの感じでしたね。それじゃ打てないっす、うん、しょうがない。いやー、浮いて帰りたい。
いやこれ下手したら伊藤慎さん、はい、朝の1000円、はい、現金で入れちゃった、はいはい、あだになって負けるっていう可能性ゼロじゃないですよ。ギリギリの勝負なんで。ああまあまあまあ、まあ、結構マジで、はい、そうなったらまあ悔やんでも悔やみきれないよな本当に。いやでも別に今さら1個ぐらい悔やむポイントが増えたからって大して変わんないっすよ。いやいやいや、だいたい1回実践にくれば10個や20個ぐらい悔やむポイントあるわけですから。いや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 。あーまた合算150だ合算好きっすね。いや俺合算しか見てないっすもんパチスロ台ってじゃこの辺でビッグ引いときたいっすよね。そしたら残り時間考えてもプラスで終われそうですもんね。終われる可能性が高まります、うん、マジいつまで経っても出禁にはなれないんでこのままだと本当に、はいはい、そうっすね。おっおかしいと思った今。いやボーナスから狙ってくる。いや違うのよ、ボーナスから狙ったんですけど、第2で告あの予告、第1なしありだった。ああ第2でいきなりありだった。あれおかしいなと思って、はいはい、スタービッグよし。これでこっちを狙うのか、はい、こう狙ってガッときたらチェリーね、はい、で外せばいい、はい、そういうことです。やったー、1332。これ僕の必殺技使ったら勝ち確になります。これでどういうことですか。一応それは今言えないですけど、法的な問題もあるんで。え、ごと行為をするってことですか。やったー。いやそれはちょっと言えないです今。何舐めたこと言ってるんですか。どう急に怒りだした。何舐めたこと言ってんだっつってんの。あれ木村魚拓パターン、急になんかわけあいあいとしてたかと思ったら急に切れるパターンのやつですか。そんなことないっすよ、怒ってないっす。危ねー、急にゆっくり打ち始めた。ちょっと待って、なことないよ、ちょっと待って、なことないよ。陸中に時間調整ですか。何がよ。いや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 、カード抜いて、あ、もう追加投資はないですわって言った後からのすごい牛歩戦術、そんなやり口あります。何が。いやいやいや、何がじゃない、いや勝ちたいのは分かるんですけど、いやそんな、なんかビッグ中のその消化手順とか誰も求めてないんで今全力で勝ちに行こうとしてる。いやエグかった今日は。いやいや今日は朝からエグかったよ。奥さんのやり口がエグいです。どうや出ないで、こう今やめたらプラスなんでね。今日は結果にコミットするということで。ゼロゲームやめですか。あ、僕ゼロ G やめ全然平気なんですよ。結構結構平気な人なんで、はい、チョダマもちろんチョダマしますよこれは。よし、実践終了でございます。お疲れ様です。はい、はい、結果からいきましょう。はい、総投資現金1000円プラスチョダマ350枚、回収745枚、収支はい定まで340枚ちょい。まあとにかく今日は勝利にこだわってたわけですもんね。はい、はい、とことんこだわりました情けない姿も見せ、はい、憤りもあり、はい、いろんな感情がないまぜになった実践でございましたけれども、まるで人生の縮図のような、縮図のような、はいはい、本当そんな感じでしたが、結果終わってみれば3回目にして太陽会館攻略初勝利ということになりましたよ、はい、ありがとうございます本当に。いえいえいえ、まあ良かったです、とりあえず勝てて。言っちゃ悪いけど勝ったけど、はい、あの島一番良くなかったっすよね、まあ、それでも勝ったよ。他の島がさ、はいはい、思ったよりいい状況で、はいはい、特にまあ J の島ですけど、はい、いやあれはやっぱお客さん来るよなって感じ、うん、あんだけ出玉出してたらさ、そりゃ応援したくなりますよ、はいはい、うん、いろんな感情ないまぜになりました本当に今日は。あ、そうですか応援の気持ちもあり、はいはい、あとえなられた疑惑もあり、はい、あそこは憤りましたよね僕。あ、はいはい、怒ってましたね、うん、怒ってはないです、やるなって感
やるななんだ、はい、なかなかあっぱれじゃねえかよ、はあはあ、まあ、結果でもそれで違ったというか違ったか分かんないけど、まあ、ぐだついちゃいましたからね。そうそこでまた喜ぶ。そういう意味で言うと沖さんが序盤で下した判断はある意味正しかったのかなと。そうでしょ、まあ、ほら、まあ、でもあのまんま打ってたらどうなったか分かんないですよね。1500枚ぐらいまでは出ますなんて言い切れた。まあ、ちなみに沖さんが辞めた時のデータをちょっと取っといたんですけど、はい、公約確率が 6.32 です。だからこれが高いのか低いのかちょっと分かんないですけど、一応数日間 そのデータを見る限り7分の1前後みたいなのが多かった中、うん、これは結構いい確率なのではないかな。サンプルどれぐらいですか。1500ゲームぐらい。1500、はい、まあ前任者と合わせて1500。ああそうですね、そういうことですよ、はい、でニューパルはね正直って思ったけど。あそうですか。まあまあ結果ついてきたんでやっぱり糸新さんすげえなって俺思いました。いやまあだからそういう意味で言うと全然僕の予想が当たってたかどうかっていうのが結構微妙なんで、そこに関してはちょっと微妙っていうか外れてました。いやまだ分かんないですよ。それ言ったら全部。いやまあそうなんですよ。そうそう、でもただ今日に関しては稼働がちょっと途中で消えちゃったんで、はい、答え合わせが今の段階だとしづらいですよね。一応右角から2台目、はい、あの据え置きの可能性が高いっておっしゃってた台、今6の確率になってますよ、はい、完全に。いやさすがですよ。いやいや、さすがプラスになったらそういう感じで褒めていただけるんですね。なんか見直した今頃。そうですか。まあまあでもよかった。本当に ありがとうございます。この人何言ってんのかなって正直ちょっと思ってた。こっちのセリフだからねそれはでもいや、はい、俺のすごいとこだんだん分かってきました。でも一緒に3回やって、はい、やっぱ当たること多くないですか。まあ言ってることが当たるのは多いなと思って。数打ち当たる理論じゃなくて、もちろん、はいはい、それもちょっとはあるけど、はい、でもピンポイントで数字とか当たることやっぱ多いんですよ、その後の展開とか、はいはい、だからそこが弱点なのかなと思ったりもしてます。逆にね、そう、それがあるだけに、あるからそうブレるっていうね、はい、はい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 、それは分かります。今後の課題です。毎回課題が浮かび上がってますね。常に課題、まあ確かにそうですよね。課題を自分で作ってそれをクリアしてまた次の課題より成長していくっていうことですもんね。そういうことです、はいはい、で最終的にお店に出禁になるっていうのがこの番組のコンセプト、はい、そうなっております、はいはい、まだまだ続く予定でございます。そうですね、はい、ご視聴いただければなと。次回はやっぱり、いやもう今日朝から一発で6積もったわみたいな日がね早く訪れるといいですね。そうですね、はい、ただそれなっちゃうと本当にやらせみたいになるんで、本当にやらせないから、まあ、見てればみんなそう思ってる。いや誰もやらせだって思ってる人はいないと思いますよ。むしろわざと負けてるのかっていう人はいるかもしれないですけどいやいやそんなことないでしょ。結果だって、うん、まあ、そんな負けてないし、まあ、まだまだ成長過程ですので、ね、そうですね、今後も成長に期待してくださいという感じじゃないでしょうかね。はい、はい、ということで今回はここまで、はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。失礼します。